イオン・トバタ・ショッピングセンターは、福岡県北九州市トバタ区に所在する、イオングループのイオン九州が運営する商業施設である。各店舗は、イオン・トバタ店。1999年3月1日、トバタ駅周辺の再開発に伴い、マイカル九州が、トバタ先として開業した、ショッピングセンターである。従前は、 日立金属戸端工場の跡地で日産自動車などを設立した相川義介が戸端芋のを創業した日立金属の発祥の地の一つである。そのため開業時の建物所有者は日立金属エステートであった。2005年からは日本リテールファンド投資法人及び三菱 UFJ 新宅銀行が所有している。駅が約150メートル移転開業したのに合わせて 開業し、戸端駅舎とは2階部分が、ペデストリアンデッキで接続する。また、駅のロータリーに面する駅前店舗でありながら、県道50号に面していることもあり、2000台の駐車場を備えており、郊外型店舗としての機能も有している。シネコンのイオンシネマ戸端が4階に併設されている。なお、東 SC の駐車場は、北九州市のパークアンドライド駐車場になっている。 ただし、申し込みできるのは、戸畑駅の定期券利用者に限られている。2010年3月31日、他の九州地区の 4K 店舗に先駆けて、当店舗と同様に、JR 九州の駅に隣接しているジャスコ福岡、イ都ト店と共に交通系電子マネー、守護課が先行導入された。2010年4月21日に、戸畑先としての営業を終了。 一日間の臨時休業を経て2010年4月23日にリニューアルしたイオン・戸バ店が先行オープンし SC 名もイオン・戸バショッピングセンターに変更された2010年5月28日には専門店も含め全館グランドをオープンしたまた SC 名が変更されると同時に駐車場がタイムズとなり料金体系も見直されたありがとうございます